今日はルーブル堂の復元ドライヤーのお手入れをやりたいと思います。うちのお客様もすごい多くのお客様が使っていただいていて、だいぶ何年も使っていると思うんですけれども、ここの後ろのフィルターのお掃除をしないとちょっと故障の原因につながってしまうので、まずやり方的にはここの印のあるところをカチッて回して開けます。で、このフィルターの部分を本当にホコリがついているので、これを濡れタオルで取ってあげます。取ってあげることでホコリがなくなった状態にしてあげて、またフィルターをかぶせてあげることで、これでカチッと、これで OK なので、これをしてあげないとちょっと故障の原因につながってしまうので、これを頻繁にお手入れ、お掃除してあげてください。そうすると本当に長く使っていただけて、髪の毛もツヤツヤサラサラ、使えば使うほどツヤツヤになるので、ぜひお手入れしっかりしてあげてください。以上です。